ビエルコポルスカ県は、ポーランド中西部の県である。県とはポズナン。ポーランドの全16県の中では、面積で2番目、人口で3番目に大きい。1999年に、旧ポズナン県、カリシュ県、コニン県、レシュノ県と、ピワ郡の大部分の地域を統合して発足した。ルブシュ県、ドルヌイシロンスク県、オポーレ県、ウッチ県。 ポモージェ県、西ポモージェ県、クヤビーポモージェ県と接している。ビエルコポルスカを意味する県名は、ポーランドヨーランの地である、この地域の歴史的故障でもある。歴史学者、ジグムントグローゲルによれば、これは古い村の隣に新しい村を建てた際に古い、方と、新しい方をそれぞれ、大、章を冠して並び、称するポーランドの習慣に従った、ものであり、 1242年に、プシェムイスコート、ボレスワフ経験公が、大ポーランド領校と、共同で称したのが、公文書における書室である。大義語はマオポルスカであるが、実際のところ、かつてのポーランドリトアニア共和国の時代には、マオポルスカ地方は、現在のウクライナ全土までをも含む広大な地域を、指しており、 本来は、ビエルコポルスカ地方の方が、マモポルスカ地方よりも面積が小さい。ポーランド王国の建国時より大使教座がある。グニエズの大聖堂の扉は1175年に、制作されたロマネスク様式。公式サイトあり。古代ローマ時代の天文学者プトレマイオスが、カリシアとして紹介したポーランド最古の街。スラブ語で、 湿地帯を意味するカルガ語源。当時の琥珀街道にあり、琥珀その他の商品の一大集散地だった。この周辺では、ローマ時代の遺物が大量に発掘される。城塞都市としては9世紀に建設。ずっと、ポーランド人の実質的な支配下にあったが、1106年より、正式にポーランド王国領となる。中世ポーランド時代は、木材の集散地で、 それ以来伝統的に木工品産業が盛ん。1264年には国内のユダヤ人の人権を保障する画期的な法律、仮種の法令が発布された。視聴者は1426年に完成。1793年の第二次、ポーランド分割により、プロイセン王国に併合され、以来1945年に、 第二次世界大戦が終結するまでドイツ支配下にあった。戦争末期のナチスドイツとソ連の激しい戦闘で市街地が被災したが戦後元通りに修復された。木材加工、食品加工、航空機エンジン生産が盛ん。ポーランドを代表するピアノメーカーのカリシア社やプラットホイットニー社の航空機エンジン工場などがある。市街地や 聖ユゼフ教会などの歴史的建造物が見どころ。思考色祭とあり、ビエルコポルスカ県の県と、ポーランドでも最も古い都市の一つであり、ポーランド王国の最初の首都であった。第二次世界大戦では、ドイツ軍とソ連軍との戦闘で、市街地の大半が破壊されたが、戦後になると、旧市街をはじめとした歴史的建造物は、 ポーランド市民の努力で完全に復元され、中世の美しい姿を回復した。昔から東西陸上交易の中継地として栄えており、現在でも、ポーランドでも、有数の商業都市で、国内外のメーカーによる大規模な見本市が開かれる。試行式サイト、ポズナン観光サイトあり。ビエルコポルスカ地方の湖水地方、ビエルコポルスカ県、ルブシュ県、 クヤビーポモージェ県にまたがる5万5000、平方キロメートルの広大な地域に、ゴップランコをはじめとする数千の大小様々な、湖が散在する。ビエルコポルスカ県公式サイトあり、ボルシュティンヨーロッパで唯一ここでのみ、蒸気機関車による、旅客列車が、定期運行していたことで有名。特にイギリスの鉄道ファンに大変人気のある街。蒸気機関車は、 ボルシュティン・ポズナニ館で運行されていたが、2014年に停止され現在は博物館となっている。試行式サイトあり。ありがとうございます。